こんにちは。こんにちは。はるかです。はい。もういいんじゃないですかね。あ、なんかよくわかんない人です。はい。イメージ上の、はい。はい。またいます。はい。今回もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回はこちらですね。何でしょう。マイティフロッグ。さあ。はい。ですね。こっちは。こっちはブラックフット、ね、ブラックフットです、はい、黒い足です。黒い足ですね。はい、はい、そう、なんでこの2台置いてるのかっていうので、これ分かんない人分かんないじゃないですか。そう、分かる人はね、もうあのこれだけで分かる。そう、関連性が見えてんじゃんって感じですけど、いや分かんないですよ、うん、実際あのなんかね、バギーで使ったまあ車種とビッグフットで使った車種っていう感じで、その、うん、2台とも同じ車種なんですよね。それが分からないっすよ。はい、これも撮りたいんですけど、ちょっとなかなか大変。大丈夫、まあ、撮ろうかで、ね、一応私がこれは所有者という名義人でございます。名義人と使用者は、あ、そうですよ。よいしょ、撮れました。あ、そうだ、横に抜かなきゃいけない。ちょっとまだ怪我の具合でした。おい、来ました、来ました。でーん、はい、卵。こんな感じで、はい、わからないっすよ。私も言われないとわかんないんですよ。上に上物を変えるとだいぶあの雰囲気違いますよね。全然違いますよ。いや、だからもう今これ見てもわかんないですよ、私ですね。うん、でも本当ついてるタイヤだけ違うイメージで大丈夫だと思うんですけど、うん、トレサスだ。後ろのこのトレーディングサスペンション。トレーディングサスペンション。はい。まあタイヤ、リアタイヤの前にあの軸があって、棒を上下させるような。うん、これもみんな一緒ですし。サスペンションがね、リアサスペンションが横向いて水平マウントなども一緒ですし、ただこのなんかスペースフレーム的な、うん、さっき言ったです。はい、なんかレーサーレプリカのバイクみたいな。ハルさん大好きな。はい、うん、ですね。さすがにちょっとフロントオーダブルに仕様は少し作り変えられましたけど、そこは全然違います。はい、すごいのが、マイティフロックのそのフロントサスペンションがどこにバネ入ってんのっていうのが、これはね、わかんないと思います。これがロアアームの付け根のところの内側ですね、車種側の方に90度棒が出てまして、このアルミのこの支柱の間に横にスプリングが寝てるんですよ。それを押す感じでバネになってるっていう。意地でもバネを隠そうっていう。意地でも性能云々というより、バネ隠したかっただけっていう。なるほど。大丈夫なんですか、こんな動きですよ。多分これなんか正解がわからないですよ、これこんなもんでいいのかなっていう。ただ走ればいいんですよ、すごく。うちの肉バギーの中でも、うん、割といいですね。セイントドラゴンとかに比べる。マットキャップとかに比べたら、クリクションの呪いがかかってるんで、うん、でも これもそういうノリなのかなと思いきや、これは結構いいんですよね。まあ、作りとかもなんかあるのとは思うんですけど、ちょうど重さとバネの感じがいいのかもしれないですね。すごくね、そういいんですよ。まだ1、2回しか走ってないんですよ。フリクションダンパーのそのなんだろう、良くないところみたいなのが、はい、フリクションダンパーのそのシェルケースっていうか、はい、シェルケース、まあここのあれですね、シェルケース、バネの内側のこの筒の部分とダンパーのその中の棒ですよね、ロッドっていうか、はい、そこの部分で砂が入んないように、うん、細くしてるんですけど、そことそのロッドの、うん、はい、私こういうマジックで指取る。指の中の第三関節が取れるんで、はい、あれがその抵抗で引っかかっちゃうんですよ。
ガサガサ、それでその単純にバネだけボヨンボヨンだったらこんな感じなんですけど、うん、多分その ロッドとそのシェルケースの先をすぼめてるちっちゃな穴のところで引っかかって動きがガサガサ、はい、なるほど、引っかかるときと引っかかんないときのでスカスカだったりガサガサだったりっていう感じで動きが変わっちゃう。あ、それなんですよね、多分、はい、うん、それはまた見てみないと分かんないところがあると思いますが、はい、そういうのも原因としてあるかもしれないと、ちょっと見てみます後で、はい、はい、したらこっちはあのすごい単純にシンプルにあのロアームの、うん、ロアームに先にその爪が出てて閉じ込められてるバネをただ押すだけだから抵抗ないんですよ。そんな感じでした。そうそう、作った時にあこうなってるんだっていうのは分かりましたね、うん、にしてもなんか重いっていうか硬いっていうか、ここのこのなんかこのロッドっていうんですかね、このなんかこう棒みたいなのついてるみたいな、はい、これをちょっと緩めるとまあなんかいい感じですけど、最初きつく締めてたのかもうなんかガチガチでしたよ。あ、あれですね、そういうもんなの、このなんかコレクティブ写真でそのあそうそうそうはい、そのこのタイなんですかね、タイヤのこの一気目じゃないですけど、うん、テンションロッドって言われるやつですね。うん、そうこいつがね、そうこいつ自身もそのタイヤの前後の位置を決めさせるような一気目のロッドなんで、それもそのきつくしちゃうとその動きがしぶくなる。すごい意志の強さを感じますから存在感、志はそう、でもなんかちょっと緩めるとまあいい感じで今この状態です。 そこら辺もあのキット組み立てる楽しみの一つかな、ね、単純にネジ締めればいいってわけではない。そうですね、緩めさを感じました。緩めすぎるとあのネジなくなってるみたいなね絶対なくなってますね本当よく走ってくれるんで買ってよかったな、うん、本当割と多分うちのキットで一番新しいんですよ。ずっとね、このマイティフロッグたちのわだかまりがあったんで、個人的なわだかまりがずっと買わずだったんですよ。そうなんですよ、ただカエルが苦手っていう理由、ただそれだけでこいつをずっと敬遠してたんですけど、最近まあちょっと和解しまして、カエルさんと仲良し。そうなんです、ちっちゃい頃からトラウマなんでカエルが、はい、それまた別の機会にしようかな。はい、すいません、ちょっと家なんかしんどくなっちゃいましたけど、はい、これ走りますか。実際どうなんですか、その辺のビッグダイヤ研究家としては基本的にはあのなりのままの走りなんで、うん、あまり曲がるのは得意じゃないですね。 あとジャンプの姿勢もまあダメです。ダメです結構な厳しい評価、うん、ただもうこういうものなんで、うん、そういうのはバギーに任して。なるほど、はい、まあね、ポリカボディで軽さ優先してるのと、あのプラスチックボディであの見た目を優先してるっていう部分での弊害な部分もありますし、実際そのトラックボディでこの、ね、この彫りの深いライトやらこのプレスラインとか細かいところっていうのは作れないんで、そういう部分じゃあの質感を優先してる時代のモデルですよね。結構ブラックフットって結構じゃないな、あの初期なんですか、このブラックビッグタイヤの歴史の中で。そうですね、これの86年だったかな、なんかこれの前のやつがまたあのブラックフットと同じこのフォードの F150 っていうモデルなんですけど、はい、それの前にそのまた別の車種で、それこそあのプラスチックじゃなくて、うん、あの鉄パーツとか使ってた時代のまだ高級だった時代のビッグタイヤっていうものだと、うんうん、あの F150 とかレンジャーとかっていうの X なんとかって、うん、っていうモデルがあったんですけど、まあそれの樹脂色変えてあのデカール変えた仕様替えみたいな、うん、まあ使い回しっていうあれですけど、うん、なんか自分このブラックフットは何でしょう、ちょっとなんかビッグタイヤの基礎みたいな匂いがちょっとしてるんですよ、うん、見た目もちょっとこうそんなに癖がないっていうか。そうですね、なんとなくですけど分かりやすい、はい、うん、なんかこれぞビッグタイヤ、だからあの低価格路線、あのプラスチック多用した車種にした低価格路線のビッグタイヤの初期ですね、うん、で当時もんだとこの
ダンパー系が CVA ダンパーで、はい、あ、CVA じゃねえ、あのフリクションダンパーで、同じ車種のそのモンスタービートル、あ、はいはいはい、はい、モンスタービートルもそのワーゲンオフローダーがあってからの樹脂色赤にした仕様替えみたいな、それもなんだブラックフットの高級版みたいな感じで当時出したんですよね。あの黄色の CVA ダンパーに金色のホイールに、あのモンスタースパイクのタイヤやった感じでドレスアップした、はい、あ、じゃあモンスタービートルの方が後なんですね。そうですね、まあ、全然知らなくて、はい、次のビッグモデルって、まあ、ビッグタイヤはね好きで集めてるけど、そうバギーオンリーですよね。私はあんまり全く勉強させていただいて、本日はあとはもうセイントセイヤ今日も来ますね、今日はあの天井飛ばさないように頑張ります。そうですね、今日ですね、あの抑え気味なので、はい、ですね、はい、はい、なんか欲しいなと思うんですよ、1個ぐらいは。だから性格上1個買うと多分終わらない永遠ブルーなんで。ビッグフットもね、種類いっぱいあるから。そうなんですよね、結構残念ながら散財する予感しかしないのに、もうお引越しになりますね。そうで、自分そういう意味ではちょっと F1 の方に行ったんで、そっちが今大変なことになってます。はい、それいつか持ってこれたなと思うんですけど、 F1 もいいです、かっこいいです、なかなかあのいい時代のばっかり好きなんで、まあ、いつか ね、そんな機会もあれば、はい、まあ、好きな方いらっしゃると思うんでね。今結構 DD 車ってなんか結構好きな人すごい いらっしゃって、いつかグラッてくるんじゃないかなとは思ってはいますが、でなんかちょっと下火な感じがして、逆にそういうのがグッときたんですよ。でビッグタイヤもやっぱ1個欲しいなと思ってるんで、なんか試しにこう買ってみようかなっていう気持ちはありますっていうところです。自分もあのランチボックスがこのガレージのオブジェの予定が最初ね、そうなんですね、こんなになっちゃったから、ランチボックスからスタートしたっていう、アレクさんにとってもちょっとなんか思い出深いというか、あのモロアメリカンな見栄えがかっこいいなっていう、まあ、アメリカンですよね、この今この状況が、ね、本物のアメリカンやってる人にはふざけんなって怒られそうですけど、そこはもうそのやっぱりその、ね、雰囲気作り、風こっからけど、はい、どこでしょうか。はい、うん、いい感じに語れたんじゃないでしょうかね。はい、はい、というわけで、こういっちゃってください。なんだっけ、今日はよろよろって何て言うよろから始まるのよろよろしければね、なんだっけ、あ、そうか、そういうことか、はい、変えたね、たのいこか、いこか、はい、言ってください。いいと思っていただいた方はいいのボタン、いっぱいこういうのやってますんで、はい、あのチャンネル登録をよろしくお願いします。深刻です、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。